日本神奈川県藤沢市湘南台湘南台は神奈川県藤沢市にある地名。現行行政地名は湘南台1丁目から湘南台7丁目。住居表示未実施区域。郵便番号は252-0804。藤沢市北部の中心的な地区である。藤沢市の北東部に位置する。 相模や第一条の境川と引き地側に囲まれた標高30メートルから50メートル程度の地域である。第一条にあるため川沿いを除き起伏は大きくない。藤沢市の区画整理事業として住宅街及び市街地として計画されたため湘南大駅を中心に全域に市街地と住宅街が広がる。地域の中央屋や,や 西寄りを小田急江ノ島線が中央やや東寄りを国道467号線が南北に平行に走る。また、江ノ島線と直行する形で相鉄泉谷線と横浜市営地下鉄ブルーラインが地域内の地下を通って湘南台駅に乗り入れている。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば 湘南台4-2-17の,の地点で25万2000円平方メートルとなっている。1988年当時の湘南台駅湘南台としての歴史は比較的浅く藤沢市が戦後策定した北部第一都地区画整理事業に始まる。現在の湘南台にあたる地域は縁業、亀、井野、今田、下土棚といった 九六海村の複数の地区にまたがる領域であり、一つのまとまった地域して捉えられるようになったのは、区画整備事業後である。現在の地名の湘南台も小田急江ノ島線湘南台駅の駅名が先であり、古くからのものではない。湘南台にあたる地域は、全域が相模国高座郡に属していた。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、 藤沢市北部周辺には、大場見クリアと渋谷層の二つの荘園が成立している。現在の湘南内にあたる部分は、旧園業下土棚などは渋谷層であり、大場見クリアとの境に近い渋谷層であったと考えられている。戦国時代以前には、亀井の村から、今田村が分村したようである。廃藩置県後に、 現在の湘南台を含む広い地域に6階村が成立している。藤沢市北部では北に位置する町語が古くから宿場町として発展しており、現在のような発展は全て湘南台駅開設、区画整備事業後のことである。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。湘南台自体が藤沢市北部の工業地域の開発と一体で、 開発されたこと、また、慶応義塾大学、文京大学、多摩大学のキャンパスの最寄りとなるため、地域外も含めて、湘南台駅が中心となっている。湘南台駅西口湘南台駅は3線乗り入れ、うち2線はターミナル駅である。詳しくは、湘南台駅のページを参照。湘南台駅西口と、慶応大学間を運行する、急行バスツインライナー総鉄ゼ前。 湘南大店名を湘南大地区以外であるが湘南大の名を付ける施設が周辺に多数存在する。ありがとうございます。